てたんですね。さっきはごめん、大声出しちゃって。いえ、まあでも吉彦さんもお父さんもちょっと言い過ぎかなって。いや、親父たちの言う通りだよ。ここのとこ何もかもうまくいかなくてさ、それが帰ってきた早々あの言われようで頭来ちゃった。真央さんにはかっこいいとこ見せちゃったね。仕事決まるまでゆっくりしてってください。お母さんから聞きましたよ、システムエンジニアの仕事では長い間勤めてたって。きっとまたそんな仕事見つかりますよ。ありがとう。しかしそれからしばらくしても哲夫さんの就職はうまくいきませんでした。はい、あ、それはもう十分分かってます。え、はい、あ、でもそこをなんとか雇っていただけると助かるん。もしもし、もしもし、もしもし、
すぐご飯の支度しますね。お父さんたちは夏祭りの準備で外でご飯